どうもこんにちは、しゅんじです。今日はですね、ポケットアニア動物ボリューム1全5種類ネットでねコンプしたのを買ったんで早速見ていきたいと思います。ではまずはねカバから見ていきます。はい、箱の横はこんな感じで、上には稼働するところが書いてて、カバはね口が開閉するようになってるようですね。では取り出します。はい、プチプチでねこんな感じで包まれてますね。はい、取り出してサイズは、あ、なんか思ってたよりかはちっちゃくない。なんだろう、めっちゃ変わった色してる。なんかところどころこの黒色、なんかグレーっぽいカラーも入っててね、影の部分かな、黒色が入ってて、いやなんかね不気味ですねこの色ちょっと。はい、口がね開閉するようになってて、こんな感じ開けると、おーすごいね、口の中に歯がね、大きな歯が生えてて、で、綺麗なねピンク色の塗装になってる。めっちゃ口開けるとまた可愛いですねこれね。で、ここに鼻があって、で目ですね、この目の周りちょっとふっくらした形とかね造形すごいよくできてますね。でピーンと立った耳がね可愛い。前から見た時のねこの頭癒されますね。またこの首首のところねシワシワになってて、で、体ねめっちゃふくよかな体になってますね。綺麗なね丸ではなくて、ちょっとねボコボコってなんかいろんなところが膨らんでて、この辺がめっちゃリアルなんですよね。足ね稼働するのかなあ。あ、足はね稼働しませんね。でこれ下に置いた時にお座りしたポーズを取ってる形になってる。いやこの短い足だけど、ここねシワがあったり爪があったりね細かいですね作りがね。また後ろ足がね可愛いですねこの辺この辺の形可愛い。で後ろには尻尾ね、尻尾内側に入っちゃってますね。で下から見ると、こちらとなってますね。下から見ても形可愛いですね。机の上に置きますね。わー、後ろ足がやっぱり可愛いですね。このポーズがいいな。では通常のアニアのカバと、大きさをね比べたいと思います。色がねちょっと黒っぽいですねこっちの方が。はい、横に並べるとねサイズ、ポケットアニアの方がやっぱりねちっちゃいですね。はい、前から見るとおー全然違う。なんか迫力のある、通常版はね迫力のある頭してますね。やっぱりこっちはすごい可愛らしいから、まだ子供かな。次はねアミメキリン子供を見ていきます。これ子供って書いてるから、さっきの子供って書いてないから、もしかしたら子供じゃなかったのかも。はい、箱上にね稼働するところが書いてて、キリンはね足が動くようになってるようですね。それでは箱から取り出します。あ、ちっちゃいこれめちゃちっちゃいあ、出てきました。アミメキリンの子供、めちゃめちゃサイズちっちゃいですね。またひょろひょろだ。サイズはね小さめになってますけど、その体の柄とか塗装はねすごい綺麗は綺麗ですね。で首のところにあるこの縦髪、うん、この辺なんかもあったりしてね、細かい作りにはなってますね。アミメキリンね、頭は稼働しませんね。わー、優しい顔してる。またこの目が可愛いっすね。で、この耳がピンと立っててね、首が長くて、この柄はね、すごい綺麗な柄になってますね。で、長い足は、前足、後ろ足、両方、あー、取れる。取れる、取れる。足がねすぐ取れちゃうんだけど、稼働するようにはなってるなってるけど、すぐね前足はポロッと取れちゃう。後ろ足は取れないですけどね、前足がねすぐねポロッと取れちゃいます。これちょっと嫌だな。で足ね膝あたりのところねちょっと、濃いめの黄色になってて、まあこの辺のねグラデーションかかったこのねカラーなんかすごいかっこいいですね。で爪のところが黒色に塗装されてます。で下から見るとこちら、後ろの尻尾ね短くて可愛いですね。では机の上に立たせます。ちょっとね立たせにくいんですよね。ではこちらアニアキリンと大きさを比べると全然違いますね。これはすごい差だな。やっぱりキリン子供はねちっちゃいっすね。だいぶね前から見るとね、こちら頭の大きさがもう全然違いますこれめちゃめちゃ可愛いサイズになってるな。さっきのカバがね結構大きかったから、キリンもね結構サイズ大きいのかなって思ったらそうでもなかったですね。ちっちゃかったです。次はねライオンのオスとメスをね一緒に見ていきたいと思います。メスの箱はねこちら、稼働するところが足が稼働するようになってて、あ、なんかお座りしてそうなねポーズになってますね。
で、オスの方も、お座りしたね形になってて、足がね稼働するようです。ではね2個取り出しますね。はい、サイズの方がね気になる。あ、このライオンは大きいですよ。そこそこサイズ大きい。メスの方もね取り出しますね。メスも、あ、サイズはね、あのオスと同じぐらいの大きさですね。ライオン、オス、メスね、大きさはね同じぐらいの大きさとなってますね。ライオン、メスから見ていきますね。綺麗な色してますね。で、下の方は、白カラーになってて、で、毛はね長くないと思うんですけど、こうね、こう体にちょっとね毛が生えてそうな感じのね作りになってて、で、目がねキリッとしてる。かっこいいですね。で、目の下は白色になってて、鼻がねピンク色でめちゃかわいいですね。で、足のところに柄が入ってて、後ろ足にも柄が入ってて、で、前足が稼働して後ろ足も稼働するんですけど、このね付け根だけじゃ、後ろ足はこのね付け根だけじゃなくて、この膝のところもこうね稼働するようになってるようですね。すごい。で、尻尾ね先端が黒色になってますね。で、足底いいですね。肉球があって可愛い形になってます。次はねライオン、オスを見ていきますね。ライオン、オスは下のところが白色とかではないようですね。あの全体的にクリーム色になってて、で、この縦髪のところがねかっこいいですよね。で、ちょっとねあの焦げ茶色みたいなカラーになっててね。で、目が、あ、ライオン、オスもキリッとした目になってて、鼻の色は違いますね。そう、メスのね綺麗なピンク色とはちょっと違う。で、ここに口があって、頭の形がすごいねかっこいい形になってますね。で、足なんですけど、前後に稼働するようになってますね。で、オスもこの膝のところ後ろ足がね稼働するようになってて、見てください、この前足筋肉すごいねボコってなってて、ね、後ろ足もすごいな。で、体のね、このちょっとふさふさした感じなんかもね、きっちり作られてますね。で、尻尾の形もね、可愛らしい形になってて、足底には肉球があります。癒されますね、これね。可愛い。はい、立たせるとこんな感じ。安定感ありますね。で、箱に書いてたみたいに、くねくねっと曲げて、こんな感じでお座りしてるね、ポーズをね、取らせることができるんですよ。いいですよね、これね。で、足をまっすぐ伸ばして、まあ、ゴロンとゴロン。なかなかこんなポーズしないと思うけど、こう寝転がせて飾ったりすることもできるようにもなってますね。このお座りポーズかわいいですね。ではね、通常サイズのライオンのオスとメスをね、並べたいと思います。まず横に、オスをね、こう横に並べるとね、こちらとなってて、立たせましょうか。はい、立たせると、こんな感じ。あ、ちょっとちっちゃいぐらい。やっぱりキリンはかなりちっちゃかったですよね。はい、前から見るとこんな感じ。頭どっちも大きいな。で、次はね、メスの方を見ていきましょう。並べるとね、こんな感じとなってますね。あ、色が結構今回ちょっと違いますよね。こっちは通常のアニアのメス、ライオンのメスはちょっと赤みがありますね。ポケットアニアね、サイズはね、ちょっとちっちゃめにはなってますけどね、やっぱり形がね、すごいいいですね。そう、顔のね、作りとかすごい良かったですね。では最後、アフリカゾウを見ていきます。稼働するところは首が動くようになってるようですね。では取り出します。いや、サイズがどうなんだろう。ん、はい、取り出しまして、はい、こんなが、どうなんだろうもしかしたらカバよりちょっとちっちゃいかな。なんだろう、カバはね、あの体がねふっくらしてるから大きく見えたのかな同じぐらいですかね、カバとね。色はね、ちょっと暗めのグレーカラーで、ところどころ、この影になるところかな、ここがね、黒色に塗装されてて、すごいリアルなね、塗装になってますね。で、頭、いやー、かわいい、耳大きいですね。で、ちょっとこう、ふわっとした感じになっててね、この耳のね、先端のとこ、シワがあったり、めちゃリアルな作りになってますね。で、かっこいい牙が2本あって、口は開けてますね、これね。で、こう下見えてる。で、口開閉とかはしない。で、長い鼻がこう上にね、上がってて、で、先端、穴がある、穴が。ちゃんと穴がある。で、目がクリクリになってますね。かわいいな。本当にかわいい。で、首が上下に稼働するようになってますね。横には動かせませんね。で、がっちりした、胴体部分なんですけど、このお腹のところのこのシワ
とかがね、すごいかっこいいね。この作りいいですよ。で、足なんですけど残念ながら稼働しませんね。で、左の前足がちょっとこう前に出てて、動きのあるね、ポーズをとってますね。で、爪のところ綺麗に塗装されてます。後ろ足すごい太い、もう膝がどこかわかんないこれねで、後ろの尻尾をダラーンと下に垂れててね、可愛い形してますね。ではね、机の上に置きまして、アニやアフリカゾウと、並べるとね、こちらとなってて、やっぱり通常版よりはね、かなりちっちゃいですね、ポケットアニはね。ただ形いいな、これ頭の形とかすごい通常のアニアと変わんないぐらいのクオリティになってますよね。で、この牙とかね。こちらポケットアニア動物ボリューム1全5種類見たんですけど、いや5種類ともね、本当に可愛かったですね。キリンもね、こうサイズちょっとちっちゃめにはなってますけど、頭の形とかもね、すごいよくできてました。で、今回のね、5種類の中で僕が一番気に入ってるのはやっぱりカバですかね。うん、なんかね、めっちゃ癒される体がね、うん、ふっくら丸々しててね、めちゃめちゃ可愛いですよ。こちらの商品ね、前回ご紹介したポケットアニア恐竜ボリューム3と同じでですね、ゲームセンターとかのね、景品、アミューズメント景品になってるんで、おもちゃ屋さんにね、置いてないんですよね。なんで、お近くのね、ゲームセンターで置いてるか確認することができるんで、ポケットアニアってね、検索してもらったら、キャラ広場プライズっていうサイトがあるんで、そちらの方でね、チェックの方してみてください。はい、ということで今回はこの辺で、よろしかったらコメント評価グッドボタンの方よろしくお願いします。あとチャンネル登録ボタン横にありますベルマークのチェックの方もよろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。